日本製鉄グループが目指す素材総合対応力強化、この一翼になっております。 JSR 様や TOK 様といったディスプレイ材料メーカー、 JNC っていう会社とか旭化成とか三菱ケミカルさんだったり三菱のガス化学さんだったり、下手したら日付個数ぐらいまで研究して。メーケイのリアンです。今回は日本が誇る世界屈指の化学素材メーカー日鉄ケミカル&マテリアルの採用担当木村さんに、業界や事業のことから専攻のことなど根掘り葉掘り聞いていきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは簡単に自己紹介をお願いします。はい、日鉄ケミカル&マテリアル人事部人材企画グループで新卒採用を担当しております木村と申します。もともと理系出身でして、山口県にあります金属箔製造部と呼ばれる部署でステンレス箔の製造に携わっていたという経歴があります。約13年その技術職を経験して人事に来ているということもありますので、理系の学生の皆さんとかいろいろお話できたらいいなと思っております。よろしくお願いします。お願いいたします。この動画を見ている26卒の方はまだ就活を始めたばかりの方も多く、日鉄ケミカル&マテリアルさんのことを知らない方もいるかと思いますので、こちらのトピックをご用意しました。トピックはこちらです。一つ目のトピック、化学素材メーカーって何をする企業ということですが、こちらいかがですか。はい、身近にあります、テレビ、乗り物、食品トレイや白物家電といった、最終製品の元となるものを作っているメーカーです。2つ目の身近にある日鉄ケミカル&マテリアルの素材ということですが、こちらいかがですか。はい、まずコールケミカル化学品という事業の分野では主にタイヤ、自動車などのタイヤですね、そういったものに使われておりますし、半導体や有機EL といった部品ではスマートフォン、そういったところに使われているものになります。かなり身近で驚きました。3つ目の木村さんが最近最も注目しているプロジェクトということですが、こちらいかがですか。はい、カーボンニュートラルこのプロジェクトにすごく注目しています。具体的にはマリンバイオマス、こちらの生産に関わっております。海藻を育てることによって、その海藻を利用して製鉄のプロセスに使えないか、有効利用できないかということにつなげられるような研究、そういったことを行っております。面白いですね。まずは業界のことについて聞いていきたいと思います。製鉄由来の化学素材メーカーということでかなり特徴的かと思いますが、他にはどんな化学メーカーが業界内にはありますか。はい、主には3つございます。まず1つ目が原料の調達から最終製品まで作る、総合化学メーカーと呼ばれるものですね。で、2つ目が最終製品を作るための素材である中間材と呼ばれるものを作る誘導品メーカー、3つ目が半導体などの電子部品を作る電子材料メーカー、この3つが他にございます。ちなみに日鉄ケミカル&マテリアルさんはどちらの立ち位置に。はい、基本的には総合化学メーカーというところにいますけれども、やはりその製鉄由来が大きな特徴を持っているというところになります。実際に競合というとどういった企業になりますか。はい、製鉄由来というところの分野では JFE ケミカル様、はい、ただ幅広い事業を展開しておりますので、個別の事業で見ていきますと JSR 様や TOK 様といったディスプレイ材料メーカー、または田中貴金属様や電化様といった電子材料メーカー、そういったところが競合になります。結構いろんなところに競合がありますね。そうですね。はい、はい、続いては日鉄ケミカル&マテリアルさんのことについて聞いていきたいと思うんですが、日本製鉄グループに属されていますが、グループ間での関係性ってどうなんでしょうか。はい、日本製鉄グループは500社を超える企業で構成されている大きなグループなんですけれども、その中でも当社は4つの主要なセグメント会社の1つに位置づけられています。鉄以外のさまざまな材料を有しまして、日本製鉄グループが目指す素材総合対応力強化、この一翼になっております。ホームページで製鉄事業を応用した化学新素材メーカーとして事業領域専門性は世界ナンバーワンを誇るリーディングカンパニーという記載を見たんですが、こちらちょっと詳しく知りたいです。当社はですね、いわゆるニッチトップと呼ばれるシェアナンバーワンの製品を多数有しております。また世界で初めての製品や技術というのもございます。例えばスマートフォンに搭載されている2層 CCL、 有機EL ディスプレイに使用されている輪行型ホスト材料、これらの技術は大河内記念生産特賞や市村産業賞など日本で権威のある賞を受賞してきております。じゃあ結構国からも認められるほどなんですね。そうですね、そういった技術になります。
社名にケミカルとマテリアルという両方のワードが入っていますが、社内でも素材と化学っていう感じで結構部署もパッキリ分かれてるって感じなんですか？そういうわけではなくてですね、確かにものづくりの現場は、それぞれ分かれてはいるんですけれども、研究部門や生産技術部門、設備部門がですね、人のローテーションを含めてものづくりを横断的に行っているような形です。メーカーとして設備系であったりマテハンの領域にも関わっていくというようなイメージですよね。はい、そうなります。ものづくりはやはり機械設備を使って行っておりますので、品質の安定化、それから省人化、省エネルギー化、そういったことを達成していくためには設備技術系の皆さんもたくさん活躍していただかないといけないので、そういった方が活躍されておられます。新卒採用をしている職種を教えてください。はい、大きくは3つございます。1つ目が総合職技術系、2つ目が総合職事務系、3つ目が一般職の事務系となります。特に総合職技術系におきましては、化学、金属、材料などの研究者、化学工学を専門とするプロセスエンジニア、電気工学や機械工学を学ばれている設備技術、そういった方々を募集しております。総合職事務系では人事、経営企画、財務などの職種を募集しております。はい、ということでここからは入社2年目と3年目の社員の方々にお集まりいただけるとのことなので、就活生時代のお話や実際の業務や働き方についてまで聞いていきたいと思います。ということで技術系職種の社員の皆様にお集まりいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん技術系職種ということで、学生時代はどんな専攻でしたか？大学と大学院では化学工学を専攻してました。僕は高専で機械創造システムコースとして機械を専攻しておりました。私は学部時代は化学工学で、大学院で応用化学に並行して専攻してました。化学素材メーカーってたくさん企業があると思うんですが、どんな企業と迷われましたか？三菱ケミカルさんだったり、三菱のガス化学さんだったり。私はその JNC っていう会社とか旭化成とかを見てました。日鉄ケミカル&マテリアルさんの選考で何か印象に残っていることとかありますか？面接が1回1時間で4回あって基本雑談ベースだったので、自分が経験したことだったり自分の性格面のことを言うだけだったので雰囲気が良かったです。いいですね。結構面接ではそういった人柄っていうのを大事にされてるんですかね？そうですね、はい、面接回数が多いのも我々が学生の皆さんがどういう人かっていうのをいろいろ知る機会にもなりますし、逆に学生の皆さんが当社の雰囲気、どういうような社員が働いているのか、そういったところをこう見ていただく機会にもなっているかなと思っております。選考で見ているポイントとかってどこですか？はい、自分自身のことをどれだけ自分が分かっていて、それをどれだけ自分の言葉で伝えられるか、そういったところをちょっと見ております。実際に日鉄ケミカル&マテリアルさんが求めている人物像って何ですか？いろんなことに興味を持って自分から積極的にチャレンジしていく方、そういった方を求めております。皆さんの就活の際の軸って何でしたか？大学で専攻してた化学工学を活かせる仕事っていうのと、幅広い業務をできるっていう、この2点で就職をしてました。一番の軸は地元に貢献して働くことだったんですけど、あとはやっぱり日鉄さんという大きな看板がある。そうですよね。それに惹かれて、今まで大学で勉強してきたことが活かせるところっていうのと、ジョブローテーションがある会社っていうところを軸に選んでました。皆さんが日鉄ケミカル&マテリアルを選んだ一番の決め手って何ですか？工場見学にいていい雰囲気だなと思って、それが一番の決め手です。私はオンラインの 2Day のインターンシップに参加して、大学で学んだことをなんかどういうふうに活かしてるかっていうイメージがはっきりと明確になった。皆さん入社前後でギャップってありましたか？勉強面でちょっととても不安を抱いてたんですけど、実際に業務を行ったら周りの方々がいつもフォローしてくださるので、現在不安を感じず仕事をしております。大学の時は下手したら日付個数ぐらいまで大学ので研究して、今は全くそういうことはなくて、どうしてもすごく忙しい時期はちょっと夜遅くなったりはするんですけど、それでも日が明るいうちに家に帰れてるので私生活が充実、はい、
できてるなっていった違いもあります。今の皆さんの実際の業務内容を教えてください。私はプロセスエンジニアリングの業務を行ってます。具体的にはプロセスや作業の改善であったり、蒸留棟や反応機などの設計の業務を行ってます。どういった素材に関わる設備なんですか？私が携わっているのは軽油を分離してベンゼンやトルエン、キシレンを分離する純度の高い製品を作るような棟を設計しています。自分は九州製造所内にある工場の設備を保全メンテナンスをしています。ただその壊れた設備を直すだけじゃなくて、故障の原因を追求したり補修方法を検討したりして設備が安定して動くようにしています。有機 EL などの有機半導体の研究開発を行っています。材料の分子の設計から合成、その材料を使って実際に評価を行って、でその評価結果をもとにまた分子設計をするといったPDCA サイクルを回すような業務を行っています。新入社員研修って具体的にどんな内容ですか？はい、本社で1ヶ月集合研修を行うんですけれども、ビジネスマナーなどの、社会人としての基本を学んだりとかですね、行っている事業が、多岐にわたってますので、それぞれの事業の理解を深めていただく、そういったような座学を用意しております。業務をやっている中でのやりがいを感じる瞬間とかってどこですか？主要工事だったり大きな工事もだんだん携われるようになってきて、そういったのが終わった後の開放感だったり達成感、この新たにまた設備が動いているのを見て直に体験できるっていうのが、僕の中ではやりがいではあります。プロセスの改善の業務を行っていて、実際の機器として入って1年間運転し終わった後に効果確認して、自分たちが目標としてた性能が出た時っていうのはやりがいに感じましたし、それがどういう現象で起こってるかっていうのを理論的に説明できた時っていうのはすごくやりがいに感じてます。自身が設計した材料を合成して、その社内評価で、良い結果が出た時とか、お客さんに紹介をして返ってきたフィードバックでも良い結果が出てたりとかすると嬉しい瞬間でもありますね。皆さんのお話をお伺いしてきて、すごい若手のうちから重要なお仕事任されてるなと思ったんですけど、若手の活躍環境ってあると思いますか？あると思います。論文から得た情報を私がこういったメカニズムで特性の評価に影響してるんじゃないかっていうふうに提案をするして、実際に採用されてプロジェクトに、つながっているような活躍環境はすごく整っていると思います。プロセス技術部ではチームに分かれて案件を進めていくっていう風な形になってまして、機器を一つ設計するとかっていうのもありますし、実際に一つのプラントを作るっていうような大規模なものまで、いろいろなその業務を携われるっていうところではすごい若手にも活躍できる機会が多いのかなというふうに思います。今後やってみたいなって思うことや目標があればぜひ教えてください。私は今設計をやっているので、自分の設計したものを実際に建てる、工事とかっていうのを一連で仕事できるようになりたいなっていうのが直近の目標。長期的には現場とか製造に近いところで働いて、そのような視点を取り入れ、安全やメンテナンス性を考えたプロセス設計ができるようなエンジニアになりたいと思ってます。かっこいいですね。自分は直近の目標としては、今年の秋から設備を一旦全て止めて開放していくっていう大きな工事があるので、一連の流れを、自分が主体的に実行できるように頑張っていきたいっていうのがありまして、将来の目標としては知識面だったり、また仕事のやり方、あとは人として周りから頼られるような存在になりたいなと思っています。今携わっている材料の研究開発を行って、製品化につながるような材料を生み出すっていうところが第一目標となっています。でその次に量産の方に移るんですけど、
私はその量産の方にも携わりたいなと思ってるので、おそらく移動することにはなると思うんですけど、その製品が世の中に出回るまでしっかり見届けられるといいなと思ってます。ということで、今回本当にたくさんお話を聞かせていただきました。ということで、最後に就活生メッセージをお願いいたします。やっぱり職場の雰囲気が一番個人的には大切だなと思っているので、私のようないい雰囲気の人がいっぱいいるぜひ設備部に、今山大変な時期だと思いますが頑張ってください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。この動画を見て、日鉄ケミカル&マテリアルがもっと気になった、もっと知りたいと思った方は、概要欄に貼ってある URL からマイページ登録をお願いします。お待ちしております。 OK です。正直研修は大変でしたか？結構楽しかった、はい、自分はもう北九州に住んでて、東京に、まあ、1ヶ月住むというのはもうとても楽しみ で、ちょっとつい羽を伸ばしてありがたい研修でした。